はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、 SNS の誹謗中傷に関してちょっとお話していきたいなっていうふうに思ってます。今オリンピックやってるでしょ。で、非常に選手に対して誹謗中傷というのが問題になってるというふうに、まあ、ネットの記事でね、見たんで、今日このようなね、お話をさせていただこうかなというふうに思いました。で、先日、まあ、プロ野球のね、阪神対巨人の試合でも、まあ、平内投手のね、ちょっと、件に関しても、SNS での誹謗中傷などがありました。で、僕の意見としてはですね、結論というか、意見としては、まず、スポーツ選手だけに限ったことではなくて、誰に対しても誹謗中傷というのは、やってはいけないし、絶対に僕は良くないことだと思ってるんですね。まず前提として。別にそれは、有名人だからとか、有名人だから許されるとか、有名人じゃないから、一般人だから、やられても、仕方ないとか、そんなことではなくて、誰でも、そういうのは良くない。っていうことですね。まず前提としてね。まあ、有名人であったりとか、スポーツ選手はまあ目立ちやすいから、まあ、言われやすいっていうのはあるかもしれないですけども、基本的に誰に対しても、誹謗中傷はいけない行為だと。いうふうに僕まず思っておりますと。で、そもそも批判と誹謗中傷ってどう違うのっていう話。よく僕のコメント欄で、小山さんは誹謗中傷してるじゃないですかとかいうふうにコメントをされる方いらっしゃるんですけど、そもそもの定義を分かってない方が多いなというふうな印象を持ってます。で、改めて少し説明しますと、批判というのはですね、まあ建設的というか、その何かに対して改善を図るような意図があるというところが批判です。例えば野球で言うならね、例えば僕がよくやってる、まあこのプレーに対して、ジャイアンツの選手に対してもっと良くなってほしいとか、もっとこうした方がいいんじゃないかっていう風な思いで、例えば僕だったらね、キャッチャー出身なんで、この配球は良くなかったですね、理由はこうこうこうで、前の打席こういう風な意図があったんで、経緯があったんで、もうこうやってやった方が良かったんじゃないかっていうのは批判なんですね。それわかるでしょ、批判っていうのね。で、誹謗中傷っていうのはどういうことかっていうと、その他人を傷つけることを、まあ目的としてるものなんですよね。まあ人格を否定したりとかっていうところなんですよ。まあ具体例を挙げるなら、先ほどの批判とは違って、そもそも例えば消えろとか、貸すとか、死ねとか、なんかまあそういうものですよね。なんかもう、他人を傷つけてるような言葉ですよね。それっていうのは、批判とは違って、そのプレーであったりとか、その競技に対して、競技が、のプレーに対して言ってるわけではないですよね。その人をね、ターゲットにして言ってますよね。傷つける言葉を投げかけてますよね。それは誹謗中傷なんですね。で、僕はこの YouTube を始める、時にですね、一つだけ絶対に誓ったことがありまして、はっきりジャイアンツの選手、まあその他の球団の選手に対してもかもしれないですけども、批判という形で、はっきりと自分の意見を言うことは絶対、しようと、忖度なく言おうというふうに思ってましたけども、何があっても人格を否定するような言葉であったりとか、まあいわゆる先ほど言った誹謗中傷っていうのは絶対に行わない。っていうことを誓って、この YouTube を始めました。もともと僕が YouTube やってた時も、例えばこう、あんまりこう、はっきり言ってくれる、提供者とかね、情報提供者っていうのがいなかったというか、例えばこう、ニュースキャスターとか、テレビのね、スポーツ番組とかって、
当たり障りのないようなことって言うじゃないですか。うん。で、ほんまはもっと野球を深く知りたかったりとか、もっと面白さってあったりするのに、そこの上辺だけで大丈夫なのかなって。もっと野球を好きになってもらうためには、深いところまで踏み込んでお話し、していく人が必要なんじゃないかなって思って、僕はこの YouTube を始めたんですね。だから、先ほど言ったように、始めるときに、絶対に誹謗中傷はしないと。うん。だけども、その選手のプレーでやったりとか、良くなってほしいという思いがあるから、批判は絶対させてもらうよと。批判というかね。うん。僕の意見をはっきり言わせていただくよっていう風に誓ってこの YouTube を始めたんですね。だから、コメント欄で小山さんも誹謗中傷、なんか例えば大城さんにしてるでしょとか言うけど、僕は一回もしないですね。全部批判なんですね。批判と誹謗中傷は全然違うからね。うん。だからそこはまず定義っていうのをちゃんと調べた方がいい。うん。で、ちゃんと動画を見てから言った方がいい。まずそういったこともね。僕は絶対にそれはしないっていうふうに決めてやってるんで。うん。もし、例えばね、万が一僕がそういうことを口にした場合、僕は一回一回この動画を自分の発言を確認してからアップロードしてるんで、絶対にそういう誹謗中傷的なことが言ってたとしたら、僕はその動画をアップロードしてないから。うん。だから、批判と誹謗中傷はまず違うというところ、定義がそもそも違うっていうところをまず皆さん分かっておいてください。で、その上でね、なんで誹謗中傷ってなくならないんだろうって、僕なりに考えてみたんですね。うん。4つぐらい僕、原因というか、あるんじゃないかなっていうふうに思ってて、まずネットの匿名性が大きいっていうところと、1つ目ね。で、2つ目は、他人を攻撃することで、その快感を得てるというか、自己満足を得てる人が多いっていうところと、で、それに、プラスして、連鎖的に広がりやすいっていうところ。で、四つ目が、そもそも、その、誹謗中傷を受けた人が、法的手段を、法的手段が十分に機能してないっていうところ。この四つが、大きな原因じゃないかなって思ってて、まず一つずつ見ていきたいんですけど、まず一つ目のそのネットの匿名性が大きいっていうところなんですが、まあこれがね、僕一番大きいんじゃないかなと思ってて、やはり僕もね、名前を出して、まあ身元というかね、経歴とかも全部明かして YouTube やってますと。で、まあその有名人であったりとか、他のプロ野球選手とかも基本的に名前も、出身地も、経歴も全部明かした上でやってますよね。で、その誹謗中傷してる人って、基本的に自分の名前でもやってないし、うん。まあ、やってる人もいるかもしれないけど、やってないし、やっぱりこう、どういう人かっていうのは正直わからないじゃないですか。そのツイートであったりとか、そういったところでしかわからない、じゃないですか。その、情報っていうのはね。だから、まあ、その人間の心理の、ところでね、やっぱりこう、バレてないと、なんか、悪いことしやすかったりとか、なんかこう、なんか、いつもの自分より大きくなりやすいっていうのがあると思うんですけども、やっぱりこのネットの匿名性というかね、名前を出さずに、そういう意見というか、人を傷つけられるっていうところが、僕大きいんじゃないかなと思ってるんですね。まず一つ目としては。うん。で、他人を攻撃することで満足感を得るっていうところなんですけど、二つ目のね。うん。別に全員が全員じゃないです。正直ね。この間も僕、阪神のね、阪神ファンがっていう風に言ってしまって、お前、主語が大きいやろと。うん。そんな一部のファンやろっていう風なね、コメントたくさんありました。僕も、全員が、阪神ファンが全員がっていう風に、思ってるわけじゃないんですけども、一部のファンがっていう風に言うのをね、言えなくて、ちょっと誤解を招いてしまったところがあるんですが、全員が全員じゃないと思うんですよね。まあ、そもそもが。ただ、やはり他人をこう攻撃して、なんかこう、気持ちよくなってしまう人っていうのも、一定数僕はいると。いうふうに思ってて、この間ね、巨人の高梨選手いるじゃないですか、ピッチャーの。が、誹謗中傷に対して、意見してる記事があったんですけども、まあ、高梨さんの表現なんですけど、まあ、その、誹謗中傷は、その、便所の、トイレの、落書きみたいなもんだ、みたいな感じでおっしゃってたんですね。で、本当に僕、そういうふうに、あ、本当にそうだなっていうふうに思ったんですけど、
やっぱりこう、なんて言うんだろう、ネットのその誹謗中傷とかって、匿名性だからそうやってやってるというかね、うん、便所もみんな、誰が書いたかわからないから、誰も見てないから書いてるみたいなところもあると思うので、そういったところで、まあ、そのね、まあ、ある一定数はやっぱ自己満足を得る人がいるっていうのは、まあ、ストレスであったりとかな、まあ、いろいろ経緯があると思うんですけども、その人の中でね、うん、そういったところはあるんちゃうかなと思います。で、プラスして、まあ、連鎖的に広がるっていうところなんですけど、やっぱりこう、ね、誹謗中傷してる人を見ることで、普段誹謗中傷とかそういうのをやってないような人が、あ、なんかみんな叩いてるし自分もいいんかなみたいな感じで叩いてしまうっていうのもあるかなと思って、それはネット社会のまあすごい広がりっていうところ、メリットで言ったら広がりですけども、まあデメリットで言ったら関係のない人とかそういったところにも情報が届いてしまうんで、広がりやすいっていうところがあるんじゃないかなと思います。で、最後の法的手段が十分に機能してないところなんですけど、実際誹謗中傷を受けた人がどのような形で、法的な手段を取っていくかって僕もあまり分かってないですし、それが、本当に、機能してるのかっていうのもあんまり分かってないですね。多分なんかこう、なんかたまにこうネットのこの誹謗中傷に対してなんか開示請求とかなんかそういうニュースを見たりしますけども、そのやり方すらもね、あんまり僕も分かってないっていうところがあるんで、やはりそういったところでその今言ったんで4つのところが複合的にというかなんか混ざり合ってなんかこうすごく難しい問題にしてるんじゃないかなって思います。で、結局この誹謗中傷って僕なくならないと思ってて、うん、どんだけ取り締まったとしても多分抜け道というかまたね、いたちごっこみたいな感じで、法を規制してもまたそれを上回ってきてっていうのもそういうやり方だと思うんですよね。だからもうなくならないと思うんですね。で、スポーツ選手とか今こうオリンピックの選手とかねすごく言われてて傷ついてると思うし、でやっぱりみんながやってると思ってないけども、やっぱりそういう人に向けて僕が言いたいのは、その有名な選手であったりとかどんだけね偉大な人でも一人の人間だし、心を持ってるんで、みんなと同じ人間なんで、やはり、そういうね、すごい、何人もの人から、DM であったりとか、リプライからね、そういう誹謗中傷的なことを言われると、やっぱりやむし、そんなんで、さすがに。うん。どんだけメンタル強いって言っても、さすがに、やっぱ気にするし、ちょっとはね。うん。だから、それは、しない方がいいし、絶対ね、どう考えても、そんなみんなそうだと思うんだけど、思ってると思うんだけど、やっぱり僕ね、最後ね、僕がこう、誹謗中傷的なことを言われた時に思ってることがあって、うん、結局僕なんか、僕もそうだけども、スポーツ選手とかもみんなそうだけど、有名人とかそうだけど、結局顔出して、身元明かして身元というか、経歴とかも全部分かった上で発言してるじゃないですか。それって結局、僕そっちが、なんて言うんだろう、言い方適切じゃないかもしれないですけども、主人公というか、そっちがもう、どう考えても立場で言ったら、なんて言うの、上というか、うん。うん。ヒーローの方なんですよ、どう考えても。うん。だから、そうやってね、全部明かして発言してるわけじゃないですか。それも、だってもう自分に責任を持ってやってるわけでしょ。この動画も、小山翔平が言ったっていうことでやってるじゃないですか。うん。だから、そうやって身元を明かしないとか、匿名でね、やってる人っていうのは、そこまで僕は覚悟ないから、できてるというかね、うん。わけであって、僕は、そうやって誹謗中傷的なこと言われた時も、もうお前顔出してないやんけと。名前も出してないやんけっていうふうに思ってるんで、いつもね。だから僕はね、そう耐えられてるというか、うん、別にこう、顔も出せへんやつが何言ってんねんって。まあ言葉悪くなりますけども、そういうふうにいつも思ってるんで、思ってメンタルを保ってるんで、まあいろいろね、いろんなこうメンタルの保ち方みたいなところはあると思いますけども、僕はそういうふうに、いつもやっております。はい、てな感じで今日はね、誹謗中傷というところをお話していきました。まあ、この間の、
平内当主の件もありまして、まあそれを、まあ謝りたいというか、まあちょっと誤解も招いたんで、ちょっとそれも訂正しながら、誹謗中傷と批判の違いなんかも見ていきました。まあその、なんだろう、まあ難しい問題ではあるんですけども、やはり、まあ僕はなくならないと思いますし、正直ね、誹謗中傷は。まあ、仕方のないことなのかもしれないけども、やはり、なくなった方がね、絶対にいいと思うので、ちょっと今日はね、誹謗中傷に対して僕の意見を述べさせていただきました。はい、てな感じで今日はね、ちょっとこう、なんて言うんだろう、難しい問題、ちょっとね、ちょっといつもとテイストが違う動画でしたけども、ぜひ良ければね、皆さんの意見も聞かせてください。そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。